勝ったら見させてね。俺さ、この前、ルテンジャダムの動画見て、はい、バスケやってたじゃん。めちゃくちゃ楽しそうだったじゃん。で、思ったんだけど、そういえば俺、ルテン君となんか対決したことねえなと思って。対決。対決。そう、今までね、二人のね、和気あいあいな仲良し動画しか出してないんだけど、たまには二人でね、張り合うのも面白いんじゃないかなと。今までは一方的な可逆ですもんね。違うでしょ？楽しい。楽しいね。楽しいです。まあ、いろんな対決が思いついたんだけど、まあ、一番簡単にできる 50m 走いいんじゃないかと思ったんだけど。なるほど。ね、結構いい勝負するんじゃないかなと思って。俺が勝ったらハメさせてほしい。ハメさせてほしい。ハメさせてほしい。まあちょっと嫌ですね。勝てばいいの。勝てばいい。そう、 そういうのなんかかけようとしないとさ、楽しくないじゃん。まあそうですね、うん、でももうこれ以上嫌な気持ちにはなりたくないんで、いつも思うんですけど、はめんのが嫌だっていうの。でもいいと思います。どう、レテ伸びてます。伸びてる。すごい。俺のやってくんね。わかりました。めっちゃ気持ちいいわ、ルテン。サボテン。あ、サボテンやろ。ストレッチでもあんじゃないですよ、うるさい。わかりました。おお、お、いきますよ。いいよ。マイケ、マイケ、マイケ。何の意味が。ということで、あの一塁側からあの銀のポールまでの様子を測りましょう。はい。勝ったらはめさせてね。勝ったらはめ、まああそこにちょうどいいトイレあるんです。じゃあ行くよ。よーいドン。走り方。捕まえた。捕まえた。10秒。長さん、おっそ。小学生じゃん。よーい、ドン。